恐ろしい場所ですが、ひるんではいられません。結晶化してしまった皆を戻すためにも気を引き締めて塔へと進みましょう。
ここに来るまでの間、一度もあの光が来ませんでしたね。ガートラント兵たちが先行していた前回と違って、今回は少人数なのでまだ気づかれていないのでしょうか。ですがこの先はそうも言っていられないようです。塔への通路に結界が張られているようです。あれを消さないとこれ以上は進めませんね。しかしこれだけの厳重な結界を維持するには相当なエネルギーを消費するはず。あれは。塔が光り始めました。私たちの存在に気づいたのでしょう。ですが私たちはもうあの光を浴びても結晶化しないはず。ルティアナ様の神器がきっと私たちを守ってくださいます。よかった、化粧化していません。やはり鍵はルティアナ様の神器だったのですね。はあ、これならあの光を恐れることなく探索を継続できますね。先ほど周囲を見回して気づいたのですが、塔から伸びている2本の鎖のようなものに結界と同じシンボルが刻まれていました。まずはそこの結界から調べてみましょう。あのシンボルが結界を解く鍵となる気がするのです。
塔から伸びている2本の鎖を操作することで結界のエネルギーを断つことができたようですね。これでようやく塔に入れるように。結界に加えて門番までいるとは随分と厳重ですね。ここで引き下がるつもりはありません。戦いましょう。
命尽きると同時に粉々に砕け散る。それが自悪と燃焼体の最後なのでしょうね。これで塔を守る者はいなくなりました。行きましょう。結晶化を防ぐ技術を手に入れたか。この短い間で見上げたものだな。レオーネ、その姿は。アストルティアの英雄に選ばれるほど人々のために戦ってきたはずのあなたが、なぜジアクトに組みするのですか。双子の勇者として名高かったあなたが。笑わせるな。その勇者様が盟友などという立場に貶められたのはなぜだろうな。いや、もう盟友や勇者などどうでもいい。そういう他人に決められた肩書きには心底うんざりしているんだ。今の俺を見ろ。俺はジアクトとして生まれ変わったんだ。人を超越した完全なる生命体としてな。俺は選択した。誰に指図されることもなく自らの意志でな。今ほど自分に満足したことはない。もう一度お前に問う。俺のようにジアクトに生まれ変わらないか。全てのしがらみを捨て俺は気づいた。盟友だの勇者だの、そんな肩書きがどれほど自らを苦しめていたことかとな。お前も全てから解き放たれるべきだ。さあ共に行こう。やはり決意は揺らがないのか。お前にもこの自由を味わってほしかったのに。本当に悲しいことだ。ならば同じ命運を背負う同胞ではなく敵だ。俺の生み出した神域を乗り越え塔の頂まで登ってくるがいい。そこで決着をつけよう。俺はお前を倒し盟友という因習をこの手で終わらせる。そしてジアクトによる新しい時代の狼煙を上げるのだ。
Thank you.